これから一緒に住むんだから。は？おい母さん、何言ってんだよ。だって夏美さんって一人娘でしょ。他にご兄弟はいなかったわよね。ええ、まあ。でしょ？つまりこの家は夏美さんのものってことじゃない。え？やったー。それってつまり私の息子のものでもあるってことよね。は？いやー、楽しみだわ。私の名前は夏美、38歳の会社員。夫の高志と8歳になる息子の浩太と3人でマンションに暮らしている。家族3人それなりに仲良く暮らしていたのだが、私の父が足腰をかなり悪くしてしまい、介護が必要になってしまった。私の実家は私たちが住んでいるマンションから目と鼻の先のところにある。母が2年前に亡くなっていて、父は1人で実家に住んでいる。マンションから通うこともできなくはないのだが、さすがに介護が必要な状態で一人にしておくわけにもいかない。このことを夫に相談すると、夫は父との同居を許可してくれた。今住んでいるマンションは賃貸だし、お父さんの家に移り住んでも浩太が転校する必要はないしな。夫がそう言ってくれたので私はとても嬉しかった。やはりこういう時に協力的な夫がいると頼もしい。父も私たちが同居することに関してとても感謝していた。孫と一緒に暮らせることも嬉しかったのだろう。父は私たちと一緒に過ごしている間はとても元気だった。足腰は確かに悪いし、介護も必要な状態なのだが、一人で暮らしている時よりも精神的に気が楽になっていたそうだ。昼間私たちが仕事でいない間だけヘルパーさんを雇っていたのだが、ヘルパーさんからもそのような報告を受けていた。だから父はまだ長生きしてくれそうだなと思っていたのだが、私たちが同居を始めて1年が経った頃に、足腰だけではなく内臓系も悪くなってしまい、入院生活となってしまった。そして半年ほどの闘病の末、父は他界した。私はとても悲しんだ。父まであの世に行ってしまうなんて。母の死を父はとても悲しんでいた。私の前では明るく振る舞ってはいたけど、やっぱり精神的な大きな支えを失った悲しみは肉体に影響を与えていたのだろう。父の葬式にはたくさんの人が参列していた。父は会社でも出世していて役職もついていたので、父にお世話になった部下の人たちも多かった。私が子供の頃とかはよく面倒を見ていた部下の人を家に連れてご飯を食べさせていたのを覚えている。あの時家に来ていた人もみんな参列していて涙を流していた。父らしいいい葬儀だったなと思い、後片付けをしているといきなり義母が顔を出してきた。どうも。え、お母さん。母さん、どうしてここに？たまたま新聞読んでたら、奥屋ミランのところに夏美さんのお父さんの名前があってね。私呼ばれてないって思って来たのよ。そりゃそうだろう、呼ぶわけないだろう。どうしてそんなこと言うのよ。夏美にあんなことしておいて、俺や父さんを裏切っておいて、よくここに顔を出せたな。そんな、昔のことなんて忘れてよ。義母は相変わらずの調子で自分のペースで喋り出した。あ、もしかして浩太くんかな。はじめまして、おばあちゃんですよ。息子は初めて見る強烈なおばさんに怯えていた。あらあら、ちゃんとしつけておきなさいよ。これから一緒に住むんだから。は？おい母さん、何言ってんだよ。だって夏美さんって一人娘でしょ。他にご兄弟はいなかったわよね。ええ、まあ。でしょ？つまりこの家は夏美さんのものってことじゃない。え？やったー。それってつまり私の息子のものでもあるってことよね。は？いやー、楽しみだわ。なあ、母さん、さっきから何言ってんだよ。義母は私や夫の反応を全無視して勝手に家の中を物色し始めた。ちょっと、お母さん何やってるんですか？私の部屋をどこにしようか家の中を見て回ってるのよ。はあ？それにしても随分と綺麗ね。内装も新しい感じがするし。そりゃ去年にリフォームしましたから。そうなの？最高じゃない。あ、この和室いいわね。決めたわ、この部屋にする。そこは私の父が使っていた和室だ。今もまだ生前に父が使っていたものが多くある。すると義母は勝手に父の荷物を動かし始めた。ちょっと何するんですか。まだ遺品整理もできていないんですから勝手に動かさないでください。
義母は私の注意もお構いなしに物を動かした。それを見て夫が切れた。いい加減にしろよ。葬儀が終わったばかりだぞ。不謹慎だと思わないのか。非常識なのも大概にしろよな。夫が怒鳴ると義母は、はいはい分かったわよと荷物を動かすのをやめた。だが全く動じている様子はなく、また来るわねと言って去っていった。もう何なの夏美、母さんがごめんな、こんな時に。夫は私に頭を下げて謝ってくれた。たかしは悪くないよ。でもまさか奥闇欄で知ってくるとは思わなかったし、あんなずうずうしい態度を取ってくるとは思わなかった。俺もびっくりだよ。っていうか、なんで急に同居とか言い始めたんだろう。実は義母は10年前に義父と離婚をしている。原因は義母の不倫。義母が職場の上司とダブル不倫をしていたらしい。義父や相手の奥さんから慰謝料を請求され、なかなか泥沼状態だった。確か義母は離婚後に不倫相手と一緒にどこかに住み始めたという話だったはずだ。私は当時夫と新婚状態で夫婦仲良く暮らしていたのだが、義母は私を嫁いびり用のおもちゃかのように散々ひどいことを言ったり嫌がらせをしてきた。そのせいで当時私は精神的に病んでしまった。私の異変に気づいた夫が何かあったのかと私に聞き、夫がそこで義母の嫁いびりについて知った。大激怒した夫はもう嫁には会わせないと言ってくれたので、私はそれ以上義母と関わらずに住んでいたのだ。まあそれからすぐに不倫騒動で義母は家を追い出されたので、義実家には顔を出せるようになったのだが、話を戻すと義母は不倫相手と一緒に暮らしていたはずなので、私たちと同居する必要などないはずである。夫は面倒くさそうにしながら、今度母さんと話してくるよと言って義母に会いに行くことに決めてくれた。確かにこれ以上勝手にこの家に来られても困る。義父はすでに他界しているので、義母に対してきつく言えるのは夫だけだ。後日夫は義母に連絡を取り、義母の家に行ってきた。そして帰宅後に私にいろいろと報告してくれた。なんと義母はあの時の不倫相手がすでに数年前に他界していて、現在はアパートにて一人で住んでいるらしい。もう何年も一人で暮らしていて人恋しくなっているんだって。そうなんだ。それまあ自業自得だろう。夏美には本当にひどいことをしたって謝ってた。俺にも父さんにも迷惑かけて裏切って本当に申し訳ないって。そう。もう今更遅いことだ。さすがに義母はわがままに好き放題やりすぎたのだ。もう先が短い人生、せめて息子夫婦と孫と一緒に暮らしたい、それだけが最後の望みだとか言ってたよ。へえ。だからさ、同居するのもありかなって思って。え？は？何言ってんだこいつ。ちょっと待ってよ。今までお母さんがやってきたこと忘れたの？いや忘れてないよ。でもさ、やっぱりいつまでも許さないっていうのもかわいそうじゃん。本人も深く反省してるみたいだし、それにさ、俺たち共働きだから家のこと母さんに手伝ってもらえるじゃん。コータの面倒だって見てもらえるし。いやいや、そもそもそんなに簡単に人が変わると思う？絶対にまた私のこといびってくるに決まってるって。それにそんな人に大事な息子を任せられるわけないじゃない。私がこう言うと夫はムッとした。おい、いくらなんでも俺の母親に向かって失礼じゃないか。俺が生まれてから社会人になるまでちゃんと育ててくれたんだぞ。そうだとしても私にとってはものすごく危険な人よ。とにかく同居は無理よ。ダメだ、もう決めたんだ。母さんをここに呼んで一緒に住む。なんであなたが勝手にそんなことを決めるのよ。そりゃここはお前の家になるんだ。ってことは俺の家でもあるだろ。一家の大黒柱は俺なんだから、こういうことを決める権利は俺にあるってわけだ。一体どうしたらそんな理論が成立するんだ。やっぱり夫は義母の血を引いているということか。このままじゃ埒が明かないと思ったので、私は頭をフル回転させてあるアイディアをひねり出した。お母さんとの同居という案をどうしても取り下げてくれないのね。ああ、これは決定事項だ。母さんはもう昔の母さんじゃない。反省してるんだ。変わってくれたんだよ。だからチャンスをあげないと。わかったわ。でもいきなり同居となるとコータが萎縮しちゃうかもしれないから、まずは毎週土日だけお母さんを呼んでコータと触れ合う時間を作らない？コータにとってはお母さんは初めて会う他人も同然なんだから。夫は私の意見を聞いて少し考えた後賛成してくれた。確かにそうだな。コータのことも考えてやらないといけないしな。よし、
なんとか作戦を実行できそうだぞ。その後、規模は毎週末家に来るようになった。コータに積極的に話しかけ、自分の存在を認識してもらえるように努力していた。息子も最初は警戒していたものの、だんだんと義母に心を開くようになっていった。夫もその様子を見て、ほら、やっぱり母さんはもう大丈夫だろう、と言っている。だが私は油断せずに気をつけていた。絶対に義母は本性を見せるはずだ。私は義母が毎週来るようになって1ヶ月ほど経った頃くらいから、夫にお使いを頼んで家に私と息子と義母だけの時間を作るようにした。義母は最初は普通にしていたものの、だんだんうずうずしてきたようだ。私に対して少しずつ嫌味を言うようになってきた。コータがあなたに似なくてよかったわね。え？どういう意味ですか？え？これで意味がわからないの？勘が鈍いのね。これは知能もあなたに似てないことを願わないとね。コータちゃん、ママの言うことではなく、パパとバーバの言うことを聞くようにしましょうね。ちょっと、変なこと吹き込まないでください。あら、本当のこと言って何がいけないの？ちゃんとした教育を受けさせるためには必要なことじゃない。そうですか。またそうやって私を精神的に追い込むつもりですか？いやね、人聞きの悪い。私はそもそも昔のことだって、嫁いびりをした覚えなんてないんだけどね。あなたが繊細すぎた話でしょ。それなのに私が悪いみたいな言い方されて本当に腹が立ったわ。それが本音ですか？いいんですか？そんなこと私に言って。はあ、だって正直あなたにはそこまでの威厳はないじゃない。ラカシはもう私を信用してくれてるんだから、この家に私が住むことはもう確定でしょ。なるほど。すべて作戦通りってことですか？そのうちコータも私の味方にしてやるんだから。そう言って義母は勝ち誇った顔をしながら息子の方に行き、一緒に遊び始めた。私は顔がにやつくのを必死で抑えようとした。その後、夫が買い物から帰ってきて、私たちは夕食をとった。夜になり、私は息子を寝かせ作戦の仕上げをすることに。義母は今日も泊まる気満々でパジャマに着替えて、居間でテレビを見ながらくつろいでいた。私は夫と義母に話があると言い、とりあえず食卓の椅子に座ってもらった。ちょっと何よ、私テレビ見てたんだけど。話ってなんだ？たかし、あなたお母さんはちゃんと反省して変わったって。うん、実際そうだろう。夫はうなずきながら義母を見る。義母もにっこりしながら夫を見た。それじゃあこれを聞いてもらおうかしら。私はそう言ってボイスレコーダーをテーブルに置いた。なんだよこれ。この中には今日、タカシがいない間の私とお母さんの会話の録音データが入ってるわ。私がそう言うと、義母は顔を青くした。ああ、それが何だって言うんだ。とにかく聞こうか。義母はあわわっと手を口に当てながら震えている。私が音声を再生すると、夫の顔が途端に険しいものになった。そして再生し終えると鬼の形相になり、義母に怒鳴った。母さん、どういうことだよ。全く反省してないじゃないか。いやこれはその、コータにも変なこと吹き込みやがって。母さんは何にも変わってなかったんだな。東京はなしだ。二度とこの家に近づくな。そんな、タカシ、そんなこと言わないでおくれ。うるさい、今すぐ出て行ってくれ。そんな。義母はものすごい剣幕で怒る夫の勢いに押され、急いで荷物をまとめて家を出て行った。まったく、危うく騙されるとこだったよ。それにしてもよく録音してたな。さすが夏美だ。あんたさ、他に言うことないの？え？そもそもお母さんに丸め込まれて同居を許可しようとしてたのは誰よ。私は最初から反対してたのに、一家の大黒柱は俺だとか言って無理やり同居を決めようとしていたのは誰よ。それは、まずはそこを私に謝るべきなんじゃないの？すいません。言っておくけど、この家が私の名義になったとしても、あなたのものにはならないんだからね。次また自分勝手に物事を決めようとしたら、離婚してこの家を追い出すから。そんな、それだけは勘弁してくれ。分かったら二度と私に命令するようなことしないでくれる？わかりました。申し訳ありませんでした。夫は完全に私にビビったようで、それ以降、一切横柄な態度を取らなくなった。今では何をするにしても私に相談したり許可を求めてくるようになった。
ちなみに義母は夫があの日ブチ切れたのが相当怖かったのが一切我が家に来なくなった。まあ来たら来たで速攻で通報するので来ない方が賢明ですけどね。こうしてとりあえず私は再び平和な日常を手に入れることができた。これからもこの家を守りながら、そして夫を手なずけながら息子の成長を見守っていこうと思う。いやー、とんでもない義母でしたね。厚かましいのも度を超えると手がつけられないモンスターのようですね。主さんはよく戦ったと思います。ボイスレコーダーは必需品ですね。主さんの夫はちゃんと反省して主さんに見捨てられないようにしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。